本日作っていくデザインはこちらのシャドウデザインです。ウェブデザインに影をプラスするだけでぐっと今っぽいデザインに仕上がります。こんにちは、旅するウェブデザイナーみきみきです。私についてはこちらをご覧ください。こちらの動画はオンラインプログラミングスクールテックアカデミーと国内最速のレンタルサーバーコノハミングの提供でお送りしていきます。ウェブデザイナーを目指す人向けのイラストレーター講座もリリースしています。概要欄からチェックしてみてください。先日ご紹介した2021年のウェブデザイントレンド6000という動画、こちらご覧いただけましたでしょうか。でまだの方はぜひ概要欄からチェックしてみてください。でこちらの中でご紹介したシャドウデザインっていうのがありました。ウェブデザインに影が入っているだけで立体感が生まれて今時っぽいデザインに仕上げることができます。今日はこの作り方をフォトショップを使ってご紹介をしていきます。はい、それではやっていきましょう。まずフォトショップを開いていきます。でまずですね、新規作成をしましょう。今回はウェブ用に作っていくのでウェブを押していきます。ここでサイズを指定していきます。で今日はですね、1980×1080 で作成をしていきましょう。はい、で作成をします。そうすると横長のアートボードができました。ここにデザインを作っていきます。はい、でまずですね、レイヤーに色をつけていきたいと思います。上のメニューバーのレイヤーですね、レイヤーから新規塗りつぶしレイヤーからベタ塗り、これを選択していきます。はい、でベタ塗り OK と押すと色を決めることができます。ここでご自身の好きな色を選んでいきましょう。ちょっとパープルっぽい色とかグリーンっぽい色とか、はい、色を選んでいきます。少しベージュっぽい色で私は作成をしていきたいと思います。少しですね、白からちょっとこう右斜めにいったところですね、これぐらいのグレージュっぽい色にしていきます。で OK を押していきます。そうするとベタ塗りのレイヤーができました。で名前をですね、背景っていう風にしていきましょう。ダブルクリックすると名前を変更することができます。はい、次ですね、今ベタ塗りでカラーを追加したんですけれども、ここに少しザラッとした質感をプラスしていきたいと思います。はい、紙素材をダウンロードできるこちらのサイトからザラザラした白い砂壁風のテクスチャ素材をダウンロードしていきます。でこちらの URL は概要欄にリンクを貼っておきますので、同じ素材にしたい方はぜひこちらからダウンロードしてみてください。はい、で1200ピクセルにします。JPEG で大丈夫ですね。この素材をダウンロードします。で右クリックして名前をつけて画像を保存していきます。はい、そうするとダウンロードできました。はい、もう一回ですね、フォトショップに戻ります。上のメニューバー、ファイル、開くから今ダウンロードした素材っていうのを開いていきましょう。ショートカットはコマンド O、コントロール O でも開くことができます。でこちらを選択して開くを押します。そうすると別タブでこの紙素材を開くことができました。でこれをですね、コピーをしていきたいので、ここにロックがかかっているものをポチッと押すとロック外れます。でコントロール C でコピーしていきましょう。でコントロール V でペーストをします。次ですね、コントロール T またはコマンド T を押すと、このように外側にバウンディングボックスと呼ばれる青い枠線が出てくると思います。でここをですね、向きを変えます。シフトをしながら押すと切りのいい数字になりますね。感じの位置に配置をしていきます。はい、こんな感じで配置をしたら、ここです丸ボタンを押して確定をしていきましょう。ちょっと名前変えましょうか。ポチポチと2回クリックしてザラザラと、はい、分かりやすく名前を変えておきます。でフォトショップはこのレイヤーをどんどん積み重ねていくので、後ほど見返した時にどのレイヤーだっけっていうのが分かりづらくなるので、作業の段階で名前を変更していく、これを癖にしていきましょう。でザラザラっていうのを選択した状態で、上の方に通常っていう風になっていると思います。不透明度の横です。でこちらプルダウンを押してあげると、このザラザラのレイヤーの効果っていうのを変えることができます。上山ってするとこんな感じ、引き込みカラーにするとこんな感じ、で違うの分かると思います。これでですね、いい感じの効果っていうのを探していきましょう。今回は焼き込みリニアにしていきたいと思います。これを選択します。でリニアにした横側です。不透明度っていうのがあって、ここが今 100% になっているので、これを下げていきます。そうするとこのザラザラが薄くなって、下の背景ですね、ベタ塗り背景が少しずつ現れてきます。 50% ぐらいにしていきます。でこれでですね、背景は完成です。はい、次にですね、写真を配置していきたいと思います。で写真はですね、アンスブラッシュを使っていきます。で今回はベージュっぽいデザインにしていきたいので、こちらも女性の写真にしていきたいと思います。
はい、ここですね、ダウンロードボタン押すとすぐにダウンロードが始まります。でですね、またファイルから開く押していきます。で、女性の写真を開いていきましょう。はい、そうすると新しいタブで女性の写真を開くことができました。はい、でここですね、ロック解除して、このままでももちろん大丈夫なんですけれども、顔が出てない方がやっぱニュアンスというか雰囲気が出るので、ちょっとねカットしていきたいと思います。こちらの切り抜きツールを押してあげると、はい、四角で囲まれます。でこのまま切りたいところまでドラッグするだけです。はい、で様子を見ていきますね。目のところだから下ですね、鼻から口が映る感じにしていけば OK です。でちょっとこう縦長の方がこんな感じにしていきます。でこれで丸押しますね。はい、そうすると写真が切り取れました。でまた選択ツールに戻して、コマンド C、コントロール C でコピーです。はい、でその状態で今作っているタブに戻って、コマンド V、コントロール V でペーストをしていきましょう。そうすると配置することができました。でここですね、コマンド T、コントロール T で配置するサイズを決めていきます。で名前を変えましょう。今写真のレイヤーなので、ここは写真っていう風にしていきましょう。で次にですね、写真に影をつけていきます。で写真に影をつけたいときは、写真のレイヤーを選択した状態です。この状態でトントンと2回クリックしてあげると、レイヤースタイルを変更することができます。影をつけたいので、ドロップシャドウ、ここにチェックをします。そうするとですね、今少し影がついたの分かりますかね。はい、つけるとこれ、つけないとこれっていう感じで、もう影がつきました。でここにチェックを押して、ポチッと押してあげますね。そうするとドロップシャドウの詳細を変更することができます。ちょっと横にずらします。で影の色も指定できますね。今は茶色っぽい色になっているんですけども、少し濃い色に変更したりとかっていうこともできます。で不透明度、今 28% っていう風になっているんですけども、ちょっと濃くするとこう、ね、少しずつ濃くなっているのが分かると思います。で角度です。今90度に入っているので、これを45度にしていきましょう。そうすると左側ですね、左と下、ここに影が生えている感じに変わりました。で距離をですね、伸ばすと少しこうね、影を大きくすることもできます。で小さくすると、写真にこう近い感じで影を作ることができます。はい、これで OK をします。これ写真に影をつけることができました。少し立体感が生まれましたね。影がないもの、あるもの、こう違いを見るときは、ここの目のマークをつけたり消したりすると効果を確認することができます。次ですね、いよいよシャドウデザインをプラスしていきます。はい、でですね、こちらのサイトからピングの葉っぱのデータをダウンロードしていきます。でこれをフリーダウンロードしていきましょう。でクリックヒアを押してダウンロードを開始します。で葉っぱのピングのデータを用いて影を作っていきます。はい、じゃあまたですね、ファイル配置から葉っぱを開いていきましょう。コマンド O、コントロール O ですね。はい、こちらの葉っぱの写真を開きます。はい、でこちらですね、 V としてコマンド C でコピーしていきます。でコマンド V でペーストしていきましょう。はい、でここ配置されました。でここを葉っぱっていう風に、葉ですね、葉っていう風にしていきましょう。でまずですね、いい感じのところに配置をしていきたいと思います。コマンド T、コントロール T でバウンディングボックスを出して大きさを調整していきましょう。そしてこれですね、四隅にこう合わせると回転することができるので、いい感じのところに配置をしていきます。向きを変えたいときは、葉っぱのレイヤーを選択した状態で、円周から変形で水平方向に反転、これを押してあげると葉っぱの向きを反転することができます。で戻したいなというときは、コントロール Z、コマンド Z で元に戻すことができます。で次ですね、ここに効果をプラスしていくんですけども、そういった時はまずここにスマートオブジェクトをかけていきましょう。はい、右クリックを押してですね、スマートオブジェクトに変換っていうのがあります。これを押してあげましょう。でこの葉っぱのレイヤー、ここをダブルクリックすると、先ほどと同様にレイヤースタイルを変更することができます。でここでですね、カラーオーバーレイっていうのをクリックしましょう。はい、ちょっとこう寄せますね。そうするとグレーに変わりましたね。色を変更することができるのがカラーオーバーレイの役割です。ちょっと押してあげると、カラーオーバーレイの詳細を変更することができます。こうグレーなのを黒にしていきます。はい、真っ黒にしちゃいましょう。で OK です。そうすると葉っぱのピング画像っていうのが真っ黒に変更されました。で次ですね、フィルターを押します。メニューバーのフィルターから、ぼかしガウスっていうのがあります。これをクリックしていきましょう。はい、そうするとですね、今もうちょっと少しぼやけてるのが分かると思います。でこの半径っていうのを広げてあげると、どん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 こうぼかされます。
こうシャドウデザインっぽくなりましたね。ちょっと大きすぎるともうよく分かんなくなっちゃうので、いい感じのデザインを探していきます。はい、これぐらいにしていきましょうか。そして OK です。そうすると今ぼかしガウスっていうのがプラスされました。でさらにですね、もう一回フィルターからぼかしボックスっていうのをクリックしていきます。はい、ここでもですね、また少しぼかしの感じを少しニュアンスをプラスしていきましょう。それで OK です。こちらの葉っぱのシャドウがほぼ完成に近づいていますね。ここから不透明度ですね、こちらをクリックして少し不透明度を落としていきます。ウェブデザインに少し動きがプラスされました。でちょっとコントロール T を押してあげて少し大きさを変更していきます。これくらいかな。これだけでもかなりいい感じなんですけども、ここからですね、少し調整レイヤーというのをプラスしていきたいと思います。まずですね、左のこちらのお色です。こちら今白になっている人はこうクリックして真っ黒に変えていきましょう。00000、真っ黒ですね。これが黒の番号になります。これで OK ってしておきます。はい、この状態でこちらの丸いボタン、ここの中のグラデーションをしていきます。そうすると、はい、グラデーションがプラスされました。でまずここですね、比率っていうのをちょっと 1% にしておきますね。ほぼグラデーションじゃないベタ塗りの状態にしていて、そこから角度を 45% にしていきます。そうすると斜めに影ができました。でここで今左側になっているので反転したいです。そういう時は逆方向っていうのをクリックすると逆方向に移動します。でこの状態でこうカーソルを右側に移動してあげて、いい感じの位置を決めていきましょう。決まったらですね、この比率っていうのを 100% に戻しましょう。そうすると影の上にさらにちょっとグラデーションがプラスされて、より立体感が出てきました。でここで OK を押します。はい、でそうするとグラデーションのレイヤーができました。じゃあこのグラデーションのレイヤー、ここを選択している状態で通常って書いてあるところに効果をプラスしていきたいと思います。でちょっとこう柔らかい印象にしたいので、これが元ですね、通常の状態で、ここから少しずつ下に行ってソフトライトっていうのにしていきましょう。はい、そうすると右側の方が少し暗い影になっているのが分かると思います。ここでですね、黒いグラデーションプラスしたので、左下にもグラデーション、明るめのグラデーションプラスしていきたいと思います。そういう時はですね、まずここ黒になっていたところをもう一回クリックして真っ白に変えます。 F6 つですね、真っ白にして OK をします。はい、でここ真っ白になった状態でもう一回同じことをしていきます。ここの丸ボタンを押してグラデーションを押します。そうすると真っ白のグラデーションがプラスされるので、まずここの比率を1にしておきます。ほぼグラデーションじゃない状態にしておいて、ここから角度を 45% ですね。はい、で位置を調整です。少し左側にプラスをして 100% にしていきます。はい、そうするとほんのり左側が明るくなったことがわかると思います。はい、で OK を押します。はい、でここでですね、また効果をスクリーンに変えていきます。でちょっとこうわざとらしいなっていう時は不透明度、ここで調整をしましょう。薄くしていって少しだけ見えている状態、こんな感じにしていきましょうか。で最後微調整です。もう一回葉っぱのレイヤーを選択してあげて、コントロール T で少しですね、また位置を調整したりとか、でこのグラデーションのレイヤーマスクっていうのはもういらないので、レイヤーマスクのところをクリックして右クリックでレイヤーマスクを削除ってするとスッキリしますね。まあ、あってもいいんですけど、レイヤーマスク削除していきます。グラデーション1、グラデーション黒にしておきましょうか。グラデーション黒で、こっちはグラデーション白で、最後ですね、少し葉っぱの不透明度を下げてよりナチュラルな感じに仕上げていきましょう。はい、これでできました。最後画像として保存したいときはファイル書き出しウェブ用に保存、これを押していきましょう。はい、で JPEG ですね、 JPEG にして保存です。はい、で名前を変更していきましょう。デザインっていう風にして保存します。これで OK です。 Photoshop のデータ自体を保存したい場合、またこれを使って編集したいなっていう時はファイル保存ですね、ファイル保存してクラウドに保存するかコンピューターに保存するか選ぶことができるので、コンピューターに保存していきます。シャドウデザイン PSD で保存していきます。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。本日は Photoshop を使ったシャドウデザインの作り方をご紹介していきました。こちらの動画が参考になったらいいねボタンとチャンネル登録お願いします。
ミキミキウェブスクールに入学をしていただき、一緒にスキルアップをしていきましょう。こちらの動画はオンラインプログラミングスクールベカカデミーと国内最速のレンタルサーバーコノハウィングの提供でお送りしていきました。また次の動画でお会いしましょう。